Y'all ready?ドッツマンズショートショートへようこそ。レコメンダーのドッツマンです。ドッツマンですね、実を申しますとロックが嫌いだったんですね。はい、ほんとつい 2,3 年前までですね、ダメでした。ほとんどのいわゆるロックっぽい曲調がダメだったんですね。っていうのもですね、これもう僕が大きな誤解をしてまして、まあダメだなと思ってるから余計そういうジャンルの音楽、まあギターがガンガン鳴ってるような楽曲を聴かなかったっていうところなんですがね、とある日ですね、会社の友人からこれを勧められまして聞いたところですね、完全にやられまして、今日はその音楽をレコメンドしようかなと思ってるんですが、いやー、食わず嫌いはいけませんね。本当にいい音楽だったり、まあいいものをどんどん逃す可能性があるなと改めてこう実感した一件だったんですが、そうやってですね、僕にこうロックの世界を見せてくれたミュージシャン、ナンバーガールですね。はい、このですね、解散ライブですかね、札幌でのライブ版を聞かせてもらったんですが、もうびっくりしたんですよ。もうむちゃくちゃいい、なんだこれと、これがロックなんだ思っちゃいまして、それまでね、本当になんかロックといえばわかんないですよ、これ完全な僕の偏見ですけど、ミスタービッグとかね、エアロスミスとか、そういうのしかこう特にこう敬遠してたんで、もういいやいいやそれもう聞きたくないよみたいになってたんで、ね、そういうのしか知らなかったんですが、なんだいいのあるじゃんと改めてですね反省した次第で、ありました。さて今日聴いていただくのはそのナンバーガールの思い出 in my head ですね。これがね本当に素晴らしい、なんだろう、この疾走感もあるし儚さもあるしみたいな、うなっちゃって、もう大好きなんですよ、本当にこれ大好きな曲なんで、もう何とも言えないです。はい、とにかく聴いていただきましょう。それでは、ナンバーガールで思い出 in my head、 ドッツマンズショートショートはまた明日、バイバイ。